はい、戦国武将紀行、武田信玄公。ここはですね、相模の光明寺さんに来ています。ここはですね、今日伺ったのは、ひなずる姫の件で来たんですけども、武田軍の話も住職さんにちょっとお話を伺うことできたんで、ちょっと簡単ですけどもお話しさせていただきます。ここは昔青山村といったそうで、今近い、場所を中心にですね、描いた、江戸末期の地図と呼ばれているものをちょっと、住職さんに紹介していただいて、お話を今聞いていたところなんですけど、どうやらこの光明寺さんもですね、ここはもともとその当時戦国時代はですね、小田原北条氏の北条領国であったことは間違いないらしいんですけど、要するに武田軍が攻めてきてですね、この光明寺さんで、しばらくいたと、投入したというか、ここは要するに行き帰りする道なんですよね。で、青山村の今青山神社とありますけども、これから行こうと思ってるんですが、そこの裏がですね、いわゆる信玄道と呼ばれているものだそうです。ですから要するに小田原攻めとか相模の国に進出してくるにあたってですね、小田原方面行くのに、愛川のところにも信玄道で整備されて登ってますけど、昔の道の通りっていうわけにはもちろんいかないんですけども、武田軍が進軍した際ですね、当然その往路に使いましたから、海へ引き上げる時も、こちらの地域を通っていると。で、この光明寺さんにも寄っているというちょっとお話を聞いてたんですけど、ちょっと武田ファンの方たちはね、ちょっとあれなんですけど、結構乱暴っていうか、いろいろあったみたいですけど、他国の海の国から攻めてきてですね、要するに強い軍団でしたから、そのお寺もやっぱりその当時としてはですね、成長ではないんですけど、要するに相模の国に対してですね、北条方に対してこういうお寺とかその地域のその代表的な建物とか、そういう場所をですね、占拠したり、そこに、圧力を加えるということが、戦の上でも重要であったというようなちょっとお話を伺いましたけども、確かにそうですよね。神社仏閣っていうのはね、まずその今で言ったらこの市民の方というか、町の方たちが心の支えになっている場所ですから、そういうところをいち早く抑えるというのも、それはその軍事的というか政治的な手腕というところで、その武田軍がですね、相模の国を攻めるにあたって、この周辺では有名な津久井城がありますけども、そのお城を取る取らないというのももちろん大事なことですけども、その民衆ですよね、他でも話してますけど、要するに海の国から進出しているということは他国から見たら侵略なんですよ。それを認めると言ってもですね、その武力によって制圧したわけですから、その後のこともね、やっぱり考えますと、当然、後のね、庄屋さんじゃないですけど、その地域、町の中心となる人たちに納得してもらえるようなこう政治をしなければ、それは武田軍みたいにね、いくら強いからといって、その武力だけで押し付け、押さえつけると、そういうことだけではちょっとやっていけないと。要するに奪い取った土地でもですね、たとえ侵攻ということでも、領土化してということであればですね、そこの民に慕われたりしなければならないということなんですよね。ただちょっと武田軍が乱暴って言いましたけども、言い方としてはそういう言い方になりますけども、これは戦国時代どこの国でもあったことですからね。ただこちらのその元々の住職さんはね、かなりそういう強硬な武田軍に対しても毅然とした態度で臨まれていたようですので、ちょっといいお話をたくさん伺いましたので、非常にひなずる姫の方はね、今これから行こうと思いますけども、はい、光明寺さん、旧青山村、相模の国、本当に静かな場所にあります。いいお寺ですよね。中もね、ちょっと特別に拝観させていただきましたけども、非常に住職さんも丁寧なご説明をしていただける方で、非常に来た甲斐がありました。はい、光明寺さんでした。